小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。最初は変化球できました。ボールになります。危ない球です。ボール先行です。アウトコースへ決めました。打った。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。